大丈夫か？気分でも悪くなったんじゃねえよな。ちょっと休憩するだけだよ。けど挨拶とかやっぱ柄じゃないや。結構立派にやってたぜ。無罪放免か。本当に僕ら自由になったのかな。心配性だな、グランは。実感がなくてさ。だって、お？うわあ、すげえな。何の絵だこれ。お疲れ様、グラン。お、お水とかいらない？ルリア。青少女。ずっと感じてるんです。この島に来てから気配は遠いんですけど、ずっと私たちのことを見守っているような。それはきっと青少女、シュバリエでしょう。シュバリエ。気づいておられたのですね。さすがは帝国の最高機密。ごめんなさい。交渉の立ち会い役を請け負った時、あなたのことを少し聞かせてもらいました。そうだったんですか。シュバリエはこのアルビオンを守護する騎士の青少女です。騎士たちに加護を与え、自らも剣を取り、島と民とを守り抜く。最も強き騎士のみが、シュバリエの主たりうる。それゆえに、歴代のアルビオン領主は、その座をかけて争われる大会を制した者が選ばれる。そうしてシュバリエと結ばれた領主は、アルビオンの地を離れることなく島を守って生きるのです。じゃあ、あなたも？はい。6年前に先代が病で急逝し、開催された決定戦で領主に選ばれました。へえ、見かけによらねえもんだな。私はただ無我夢中だっただけで、もっと強い方は他にも。こんなところで揃ってどうした？みんな探してたぞ。すみません、アルビオンの青少女のお話などね。そろそろアルビオン名物のカスタードアップルパイが並ぶ頃です。ぜひ召し上がっていってくださいね。アップルパイ。じゃあ戻ろうか。お姉様。